こんにちは、りょうです、えー。今日はね、ほぼ在宅で月20万円、事業所得を最速で増やす方法について話をしていきたいと思います。質問いただきました。私はどうしても会社で働くということが耐えられません。通勤の満員電車に理不尽な上司、生活水準がギリギリになってもいいので会社員を辞めたいです。学長は未来につながる時間単価が上がる仕事をやるべきだとおっしゃいます。私は一時的になら時間の切り売りになってもいいので在宅で稼ぎたいです。 ブログやアフィリエイトはどうしても成果が出るまで時間がかかりますので、 多少時間の切り売りになっても、日前にを稼ぐネットビジネスを学長に教えていただきたいです。すでに学長に学んで固定費は下げれるところまで下げましたってことでね。えー、で、まあ、前提条件なんですけど、まあ、今回は事業を始めるときにまあ売り上げが出ないという悩みというかね、えーまあ、会社に行きたくないわけですよね。だから事業所得でどうにか在宅とか、まあ、会社以外のところで所得が欲しいってことですよね。なんで、まあ、とにかくまずは給料以外でね月20万円、まあ、20万円前後、えー、稼ぐというところにフォーカスしたいかなと思います。で、えー 時間の切り売りにはなっちゃうんだけど、まあ、日銭を稼げるみたいな仕事ね。えー、で、会社に行かなくていいと、在宅じゃないものもあるんですけど、まあ、会社に行かなくていいとかね、なるべく場所に縛られにくいとかね、個人事業主として事業所得になる仕事ね、今後にもつな,がれるつなげれるんじゃないかなっていうような仕事でね、えー、僕がまあ IT スキル初心者のつもりでね、今からじゃあどうするかなっていう立場に立ったときにね、えー、考えていきたいかなと思います。で、まあ、今から IT スキルを身につけていっても、なんとか稼げる内容とかね、 自分だったらどうするかなとか、まあ、おすすめのフロー型ビジネスとストック型ビジネスについて、現在の、ね、状態でですけど、えー、解説したいかなと思います。で結論なんですけど、えー、これらになりますかね、えー、Uber Eats と1つ目はね、えー、それから清掃代行、特に民泊系ね、それからプログラミング、それとウェブデザイナー、でウェブライターですね、5つ目がね、で6つ目がセドリと。 で、7つ目が動画編集ということになりますかね。これがまあ会社に勤めずに今から初心者でもえ稼いでいこう。なんとか生活を成り立たせようと思ったらえ成り立たせれる可能性が十分にあるっていうね。まだ十分可能性はある。僕がゼロの状態からスタートするにしてもこの辺今だったらやるかもしれないなっていうえラインをね、選んでみました。 で、えー、おすすめする理由なんですけどね、まあ、今から覚えていっても十分可能性があるとそれから側近性があるんですねやったらやった分だけのお金がもらえるっていう仕事をね選んでみましたと、えー、ただまあもちろん個々の能力に応じて他にも選択肢は出てくるわけでね他にないというわけではないんですけどまあ今からゼロから始めるっていうところだったらこの辺はありえるのかなっていうところでね、えー、話をしてみましたで上記はまあフロー型ビジネスっていうんですよね、まあ、やったらやった分だけ自分は動かないといけないんだけどやったらやった分だけまあお金がもらえる もらえるってことでね最初はどうしても生活費日銭を稼ぐってところが実際大変あのテーマになってくると思うんでね。でこういうフロー型ビジネスで生活をしつつねストック型ビジネスに切り替えていくとでフロー型っていうと。 時間の切り売り型のね、まあ、狩猟ビジネスみたいなね、自分で借りに行かないといけないビジネス、自分が動かないといけないビジネスですよね。その代わり、まあ、一つ取れると大きいんですけど、で、ストック型っていうのは積み上がっていくタイプのね、えー、濃厚型ビジネスみたいな、すぐに成果は、えー、反映されないんだけど、1年とか2年とかどんどん育てていくと、掛け算式に大きくなっていくみたいなね、足し算でもいいんですけどね、まあ、そんな感じで大きくなっていく、えー、ストック型ビジネスですね。まあ、この2つが大きくあるよってことですね。で、さっき話した7つっていうのは、フロー型だったんですね。で、そこから生活費が えー、年収で、きるよううにになななっったらストック型に変えていくっていうのがいいいいいくのがんじゃないかなと思いま,すでまあ、ストック型でおすすめといったら、この辺になってきますかね。1つ目がデジタルコンテンツ販売ですとかね。えー、写真とかね、テキストとか、まあ、小さいソフトとかテーマとかね。まあ、ノート売ったりとか、まあ、後で解説しますと。それから、アフィリエイトブログですね。2つ目は。で、3つ目が、まあ、インフルエンサーってくくりにしちゃったんですけど、まあ、YouTuber とかね。まあ、インスタとか Twitter とかね。これもまあ、 えー、発信力が出てきたら十分ここで広告費であったり他のビジネスに派生していけるんでねただまあ今日の明日ですぐには難しいんで、まあ、この辺とか、えー、一つおすすめにあげましたそれから激安の戸建て不動産とこれも過去におすすめしてきましたねそれから5つ目は不老型収入をストック型へ切り替えるということでこれまた後で解説しますねでまあもう一つ、えー、これから一つずつね解説していきたいと思いますで解説なんですけどお金持ちになるための4つの所得っていうのをね確認したいんですよね 資産家とかお金持ちとか生活、自由な生活っていうのは金銭的に自由な生活っていうのを手に入れるために、4つの所得を確認したいと、これずっと言ってますよね。この4つの所得でしたね、大事なのね。給与所得と1つ目が、2つ目が事業所得ですね。で、3つ目が不動産所得。で、4つ目が配当所得ですね。まあ、利子もありますけど、配当所得、株とかですね。この4つの所得を極めていくっていうのがすごく大切なんだよって話をしましたよね。それぞれ特徴があってね。で、給与所得、事業所得、不動産所得、配当所得 配当所得と、まあ、例えば、給与所得とかは安定しやすいし、就職すればすぐにもらえるんですけど、どうしてもね、爆発力には欠けるんですよね、破壊力というかね、えー、大きくならないんですよね、いきなり給料20万円の人が来月から50万円になるなんてことは絶対ありえないわけでね、えーまあ、そういうことはあまりないと、だから安定はするんだけど、大きく稼ぎにくいとで、事業所得っていうのは安定はしないんですけど、大きく稼ぎやすいんですよね、だからまあそれぞれの特徴を生かして、給料所得で生活の基盤を確保して、事業所得を増やすことにチャレンジしてとか、ね まあ税金のこととかもあるんでね給与所得は。で不動産であったりこの配当所得ね株の方とかのからの、えー、収入に。 変えてていいいくっていうういうそことでしたよねずっとねだからこの1番2番の給料と事業で収入を増やしてで固定費を減らして3番4番の不動産とか株からの配当っていう所得にねできるだけ多く入れていくんだよとそういう流れにすると収入源がたくさん増えていくんだよっていうそういう話をねずっとしてきましたよねこれが資産家になるためのステップなんだとこの不動産とか配当からの所得の方が生活費をね上回った段階で経済的自由な状態になるよっていうそういうことでしたよね で今回はこの事業所得のお話なわけですよね。みんなでも、えー、給料働いてないっていう人はあんまりいないと思いますし、稼ぎたいんだけど、ちょっと稼ぎ方がよくわからないってね。えー、給料所得だけだと時間がかかると、ねえー。そういうことなんですけど、安定するけど給料ってなかなか増えないから資産を築き抜くいとで年収が1000万を超えてるっていう人だったら別なんですけど、えー、事業をね、この事業所得っていうのを増やしていきたいっていうタイミングの人のお話ですよね。今回はまあ会社が嫌っていうね。 え理由だと思うんですけど資産家になるためっていうよりはねえ動機はどうであれね別にこのお金持ちになるステップからそれてるわけじゃないんですよこの1番から4番の所得の事業所得から始めるパターンですね給与所得を抜かしてもうこの事業所得から始めてしまうパターンっていうねえリスクはもちろんあるんですけど大きく稼げるリターンのね可能性も十分あってね安定はしないんですけど成功してる経営者とかに多いんですよねこの1番から4番までの間でこの事業所得っていうのが一番 リスクの割にはリターンが一番大きいんですよね。 投下するお金の割には一番何倍にもなって帰ってきやすいんですね、お金が。だから、まあ、結構ね、働かなかったとか、就職しなかった経営者とかね、えー、元不良とかなんかいろいろいるじゃないですか。あんまりこう会社に馴染めなくって会社辞めて、えー、自分で起業したとかね、反骨心で起業したとか、いろいろあるじゃないですか。で、この2番の事業所得から始める人ってのも結構いるんですよね。えー、で、まあ、結構成功してる人もたくさんいるんでね。えー、だからまあ別にこれはこれで2番から始めるっていうのも別にね、自分の生き方的に悪いわけじゃないんですよ。 でえー、今回はこの2番の事業所得と、でまあ、お金持ちになるというよりは、ここを、ね、最低限生活基盤、この2番の事業所得からで生活基盤を確保したいんだっていう、そういうような、まあ、今回お話ですかね。で、この事業所得ってね、大きく分けて、2つの種類があるんですね、えー、ストック型とフロー型がまあ大きく分けたらあるんですけど、ストック型っていうと、さっき話したようにね、どんどん積み上がっていくような濃厚型ビジネスなんですね。 で自分が動かない時間も働かない時間も売り上げが上がっていくみたいなね、えー、時間単価が将来的にどんどん上がっていくような、まあ、そんなイメージですかね。例えばどういうものかっていうと、会員制ビジネスとかね、アマゾンプライムとかね、ネットフリックスとか、えー、あるでしょ。で、皆さん、まあ、1000円とか仮にですけど、払ってるわけですけど、月にね。そうなると、えー、1000人に向けてこの会員制ビジネスをやるのと、1万人に向けてやるのと、別にこのネットフリックス側とかアマゾン側とかでそんなにものすごく手間って変わらないんですよね。えー、100人 に向けてやるのも1000人に向けてやるのも1万人に向けてやるのもそんなに大きく手間は変わらないっていうね、えー、こういうのストック型ですねどんどん積み上がっていくようなね、まあ、もしくは定期購読の新聞とかもね、えー、そうですよねでレンタルビジネスとかね水道料金とか電気とかねソフトウェアレンタルとかね それからブログとかアフィリもそうですよね。自分の記事が、書いた記事とか、昔作ったコンテンツが、自分が働いてない間も稼いでくれると、更新をやめたとしても、来月からすぐにお金ゼロにならないみたいなね。ただまあ、このブログとかアフィリの場合はね、更新やめちゃったりとかすると、結構落ちちゃうんで、売り上げがね。だからまあ、若干ストックとフローの中間かなっていうところなんですけど、まあ、そういう商売もいっぱいあるんですよ。完全にストックとかよりね。で、不動産とかも、賃貸業とかね、えー、なると、 このストック型になるんですけど不動産を売るってなったらね家を売っていくらとかだったら今度フロー型になるわけですよね。で このストック型のメリットなんですけど、継続的に収入が得られるんですけど、いきなりドーンと落ちたりしないとかね、そういうのがあるんですけど、デメリットとしてやっぱりね、費用が先行したりとか、お金が入るまでに時間かかるんですよ。こう、田畑をこう耕してなんか巻いてね、えー、実りを待つのと一緒で、やっぱり時間かかるんですよね。来年とかね、収穫がね。まあ、そこが問題と。えー、で、フロー型、一方フロー型はどういう商売かっていうと、売り切りのソフトウェアとか、デザイン売り切りとか、まあ、とにかく売り切りですよ。マンション販売とかね。 にしても売れたらドーンと入るけど、売らない限りはもうね、えー、売り上げゼロみたいなね。でメリットとしては、お金になるのが早いんですね。ひぜにも手に入るしね、やったらやった分だけみたいな、えー、ところがあるんですね。でデメリットとしては、継続的に売り続けないといけないってことですよね。 えー、来年に向けてそんなに育たないっていうかね、えー、自分が動くのやめた途端に収入がなくなってしまうっていうのがフロー型のちょっとしんどいところなんですよね、まあ、その分こう収入は大きいことが多いんですけどね売れた場合でまあどっちがいいっていうよりは特徴の違いですよねそれぞれメ,メリットデメリットがあるんでで事業を始めるときに最も悩む問題って皆さんねたいこう売り上げが出ないとかね、えー、どうやって出したらいいんだろうとか売り上げ安定しないとかもうどうやって仕事をもらったらいいかわからないとかね、まあ、こんな感じが多いんじゃないですかねで 企業当初はね、おすすめしてるのは、このフロー型を狙いに行った方がいいんですよ。で、理由はなんでかっていうと、仕事がフロー型の方があるんですね。もらいやすいと。で、それからすぐお金が入るんですね。で、やったらやった分だけ入ってくると。で、ストック型っていうのは、時間がかかるし、やった分だけ必ずお金が入るわけじゃないんですよね。ブログとか100記事書いたから必ず売り上げが、じゃあこれだけ出るとか、いくらもらえるよって、そういうものじゃないんですよね。なんで いきなり副業とかでアフィリとかブログをやって失敗するパターンなんですけど。 でも成果が出るまでの生活費が持たないんですよね。会社員とかやってたらいいんですけどね,ね。減っていく貯金のストレスに耐えられないとか、今回の質問者の人の場合だったらいきなりアフィリとかブログをやってもどんどん生活費が、取り急ぎ目の前の生活費が必要っていう状態だと思うんで、それだったらアフィリとかブログだったら時間がかかりすぎて向いてないんですよね。とか、まあ、成果が出るか不安になってしまって、その前にやめてしまうとかね。もうちょっと後がん、この調子で頑張ってたら出るのにとかいうときとかでも、生活費がやっぱり必要だったら、もうそっちの、 いや更新をやめて、フロー型の所得ね、とりあえずバイトとかなんかしないとしょうがないですよね。で、ストックは濃厚型ビジネスと、時間がかかるし、育てば安定するんですけど、時間がかかっちゃうんですね。で、フローは狩猟型ビジネスでね、取れた分だけリターンになるけども、動き続けないと入らないってい、そういうものですね。で、今日はまあそんなフロー型にね、最初は特化して、日銭を稼ぎつつね、このフロービジネスからだんだんストックビジネスに移っていったらいいんじゃないかみたいなね、そういう話ですね。 ひぜにを稼ぎつつ、ストックビジネスの種を育てていくっていう話ですね。まあ後で話すんですけど、会社員の人とかはね、えー、ある程度ストックというか、そのフローですね、フローがずっとあるんで、 え給料っていうね、フローがあるんで、まあ、いきなりブログとかね、副業でブログとかお勧めしてるのは、そういう理由ですね、給料があるからね。ただ、今からいきなり独立して、ゼロの状態からブログ作るって言ったら、なかなかしばらく大変だと思いますよ、やっぱりね。で、まずは日銭を稼ぐと、フロー型ビジネスの仕事7000ってことで、冒頭にね、話したみたい僕がまあ、質問者の人の立場で、今から、まあ、IT スキルとかもないっていう状態でやるんだったらってことで、ちょっと選んでみましたと。まず、UberEats ですね。 まあこれ側近性があるんでね。UberEats ってご存知ですかね皆さん。料理の配達員のことですよ。なんか走ってなとか見ませんかこう、自転車とかで結構最近走ってる、あの、とことかね。都心部とか、えー、大阪とかでも結構多いんですけどね。あの、結構僕利用するんですけどね。えー、料理をお店から運んでくれるんですよね。自転車とかバイクとかでね。で、その配達員のバイトとで。配達した分だけお金がもらえるんですね。で、まあ配達した分だけなんでまばらなんですけど、時給換算2、3000円ぐらい可能なんですよね。で、 メリットなんですけど、結構ね、この Uber e イーツのメリットってあって、まず事業所得になるんですね、ここ結構大きいですよ、あくまで個人事業主で契約してて、アルバイトで雇われてるわけじゃないんで、時給じゃないんでね、税金点引きされないんですね。 ということは、この事業所得なんで、税金転引きされないし、社会保険料の負担が増えないんですよ。で、プラス経費が使えるようになると、仕事に関連するものはですけどね。えー、で、他にもいつでも自由に働けたりとか、報酬は週払いにしてくれたりとか、面接とか履歴書とか不要だったりとかね、資格とかスキルも不要なんですね。料理を届けるだけでね。えー、服装とか髪型も自由だし、登録費用とかもいらないし、えー、出勤とかノルマもないよと。 でたまにね、ただ飯が、えー、もらえるみたいな、たまにね、キャンセルとかがあって、その料理破棄してくださいとか言ってね、奪いつか言われることがあるんで、友達、やってる友達とかはね、えー、ちょっと別に破棄してもいいから、自分でね、あ出来たて食べれて、しかもおいしいしとか言って喜んでましたね。それから自転車こぐんでね、えー、ダイエットになるとか言ってやってる人もいますね。で、えー、デメリットなんですけど、まあ、そんなにないんですけど、仕事がない時もあるって言って,、ねえー、言ってましたね。アプリでオンライン状態で、今行けますよ、配達員行けますよって言ってても、注文がなかったら結局売上ゼロなわけですよね。でやっぱりなかなかか となならない時があるとは言ってましたねただ最近結構利用者も増えてきてるしむしろ配送量をアップするから行ってくださいみたいなね、えー、そういうことの方が多いとは言ってましたあとまあ純粋に配達が大変とまあ暑い日とか雨の日とかね、まあ、その分これも配達量が上がったりするんでいいんだけどとか言って言ってましたけどねでまあ在宅というわけじゃないんでねただまあ会社に行くよりははるかに気楽ですよね合間の時間とか好きなとこに行ってられるしねスマホもずっと触ってても大丈夫ですしねで僕の友人の事例なんですけど月に10日ね ウーバーイーツで働いて20万円ぐらい、ね、稼いでましたね。で、残りの時間で、えー、ブログを書いてますね。b e r e イーツの体験談書いたりとか、副業系のブログですね。こちらも半年で、ね、収入がこのブログだけで月間5万円ぐらいを突破してましたね。だからまだ増え続けてるそうなんで、会社員より働く時間は減ってるのに収入は増えてる状態になってるって言って喜んでましたね。それから2つ目はこの清掃代行ですね。特に民泊系ですね。 あの人の家をを掃掃除してお金ももらうもまさに清掃ですよねで家事代行とかって結構あるんですけど僕は今もし自分でやるんだったら家事代行より民泊の清掃代行の方をやりますかね家事代行っていうと、まあ、アルバイトになることが多いんですねつまり給与所得になると、まあ、いろんなサービスあ,ありますよね家事代行のアルバイトとかねでこれ時給計算でだたい1500円ぐらいになると思うんですけどこれ以上そんなに伸びないんですよねでプラスお客さんが日本人なんで求められるレベルも結構高いんですよお客さんと会うし お客さんの家に行って日本人のお客さんに会ってみたいなコミュニケーションもやっぱり必要だったりとか貴重品ねなくなったとか言われたらちょっと困るしねえこの整理とか収納の品質とかもやっぱり言われたり料理を作るんだったら料理を作る難しさってやっぱ独特のお客さんに合わせてっていろいろありますよね難しさがねただこの民泊とかですごくここ今需要出てるんですけどこっちの清掃代行の場合ね 何がいいかっていうと、まあ、個人事業主の契約がまず多いんですね。なんでまあ同じように事業所得になるし税金面でお得になると当然必要な経費っていうのは必要な支出っていうのは経費になるとで時間単価を上げやすいんですね。えー、なんでこの清掃代行が時間単価を上げやすいかっていうとワンルームの清掃でだいたい4500円からね5000円ぐらいなんですね。 で、慣れれば1時間半ぐらいで終わるんですよ。だから早くやればやるほどね、えー、時給2000円とかを越していけると。で、大部屋とか大きい部屋で1万円ぐらいもらえる部屋もあるんですね、清掃費で。で、そういう部屋とかだったら時給が3000円超えてくることもあったりとか、まあ自分次第で多少調整が、えー、できるってことですよね。それから、あの、ゲストと会うことが少ないんですよね。この 清掃に入るときって、ゲストがチェックアウトしてから、次のお客さんのチェックインまでの間の清掃なんで、物を取られた、もう人は出てるんでね、物を取られたとかっていうことも少ない、まあほとんどないであろうとかね、いうことであったり、なんか結構ね、外国人の人からお土産が置いてあったりとかね、お礼のメッセージもらったりとか、まあ結構観光で来てるんでね、いい人が意外と多かったりするんで、全然ね、まあもちろんトラブルとか独特のもあるんですけど、まあまた、それはそれで結構ね、外国人のゲストだからこそいい面っていうのも多いんでね、そういうところがあるんで、結構おすすめかな 時間指定が大まかなんですよね次のゲストがチェックインするまでに清掃が完了すればいいんでね当日今日お客さんが来るっていうんであれば、まあ、大体11時のチェックアウトから17時までに終わるその物件に直接行って終わらせないといけないとかあるんですけど当日チェックインがない時っていうのも結構多いんでそういう場合はね翌日までにとかでいいんで昼間にちょっと行って洗濯機回しておいてまた夜に都合いい時間に昼間ちょっと抜けないといけないから夜に戻ってきてやるとかまあ、えー、自分の都合で調整してる人も多いんですよね。 で、清掃代行会社と契約するとね、結構マージン抜かれちゃったりとかするんで、民泊専門の清掃代行会社とかあるんですけど、結構マージン抜かれちゃうんで、まあ最初はそうなんでもいいんですけど、民泊をやってるオーナーと直接つながるか、もしくはね、ほとんど清掃費のマージンを抜いてないいい条件の会社っていうのが清掃代行会社みたいなのがあるんですよ。清掃で儲けるつもりがない会社ですね。こういう会社は、なんでそうやってるかっていうと、 運用代行、ね、民泊自体の運用の代行ね、お客さん、ゲストとのメッセージのやり取りとかそういうものを受けてて清掃費そのものでは利益をあんまり考えてないとかね。とにかく清掃員の 確保が必要なだけなんで、清掃員から別にそんなお金抜かないとか、そういう会社も中には少ないんですけど、ちゃんとあるんでね、そういう会社を探すとね、結構単価がほとんどそのまま回してもらえるんでいいかなと思います。で、じゃあそういう民泊やってるオーナーの会社とかどうやって繋がったらいいのっていう話なんですけど、ジモティっていうサイトとかでね、探すか、まあ書き込んどいたりとかすれば結構見つかりますよと。ジモティっていうサイトね、結構過去に解説したことあるんですけど、まあこれ大阪の場合ですけど、まあ探してみるとね、 いいいいと思いますいくつかね結構情報載ってるんじゃないかなと思います。でまあ清掃代行をお話ししたんですけど、えー、ここからはね本当にざっくりと本当にね長くなっちゃうんでね一個一個解説していくとそ,それだけで動画一本撮れるぐらいね。で3つ目は過去にも話してきたんですけどプログラミングと、えー、スキルを身につけてね、えー、まずは プロゲートとか、まあ、プログラミングスクール行くとかね、まあ、プロゲートからだけでいきなり実践に入るっていう人もね、いるのはいますけどね、メンターちょっとだけつけて実技でもういきなり入っていくっていう人もいますけどね。で、まあ、その辺のスキルの身につけ方はね、過去の動画でこうやって解説してるんで、学習おすすめのプログラミング勉強法とかね、どういうロードマップを進めばいいかっていうのは大体解説してるんでね、見てもらえたらいいかなと思います。で、スキルを身につけて仕事を探して受けてね、実績を積んでいくと。まあ、クラウドワークスとかランサーズとかで受託開発するってことになりますから、ね ただ単価安いんですよ、本当に、えー、実際、本当に単価が安いんで、最初はこのやり方だと作業をしまくるしかないんですよね、最低限の地雷案件だけちょっとね、注意が必要なんですけどね、えーでまあ、やっていくしかないと、で、取引先に継続して発注してもらう固定客を掴んでいくわけですね。 毎回新しいお客さんを見つけるというのは本当に大変なので、中にはいいお客さんというのが必ず、えー、いると思うんで、そういういいお客さんに継続して仕事を発注してもらえるように頑張っていくというね、仕事探しに注力するという、そういうことですね、僕の友達の事例なんですけど、プロゲートで学んで、半年間だけそういうプログラミング系の会社に勤めたんですよね。 でクラウドワークスとかランサーズで仕事を受けまくってね、もう最初、本当安いし大変だったけどって言ってましたけど、時給にしたらいくらだろうって言ってたんですけど、2年ぐらいかけていいクライアントを少しずつ増やしていってね、どんどんね、日銭に,にはなるんで、とにかくそうやって、えー、仕事を受けて、日銭を稼ぎながらね、少しずついいクライアントをどんどん増やしていって、で今は月収ね、50万から100万ぐらいで安定してるって言ってましたね。 それから4つ目もの Web デザイナーとこれも過去に話してきましたね、まあ、これも受託開発やることになりますけどね、えー、コーディングっていう部分に特化してやるとか、まあ、もしくはねプロフィール作成とかを手伝ってるとかいう Web デザイナーも結構いますよ最近 SNS セットみたいなね例えば YouTube とか始めたいっていうブロガーとか向けにね えバナーとかプロフィールとか最低限のデザインとかねえ作りますよみたいなセットで5万から10万とかでもらってる人もいますしねブログとか YouTube のサムネイルっていうのを作ってる人もいますねこのアイキャッチとか言われるこういうやつですね僕の場合だったらねこういうサムネイルもね1個いくらとかで作ってもらってるんでえこういうのをある程度少し人気の YouTuber とかインフルエンサーとかブロガーとかあの人気じゃなくてもねあの必要になってくる部分だと思うんで結構こういうのを作ってほしいっていう依頼っていうのはあるのはあるんで単価は安いのは安いですけどね まあお小遣いというか、なんとか頑張る、数をこなせば、なんとかっていうところですかね。で、記事の図解とか、イラストを作成とかですかね。儲かってるジャンルのブログとか、企業がやってるようなブログとかだったら、それなりに予算も出たりするんでね。保険とか金融とかね、美容とか転職とか、よく儲けやすいって言われるジャンルですよね。企業がやってるようなね。そういうところのイラストとか図解とかをもらえば、それなりにね、単価出してもらえるんで、結構きついんですけど、 量をこなななせば、まあ、月に10万前後かからは可能かなみたいもちろんこれだけで20万とかも可能は可能だと思いますしね。えー、なんで、まあ、ちょっと量は必要になってくるんですけど、まあ、なんとか食べれるかなというところで。で、友人の事例なんですけど、自宅デザイナーをやって、必然にを稼ぎつつね、ブログとかアフィリとかに行く例は多くて、こっちでね、稼いでいくみたいで、自宅をだんだん減らしていくとか、まあ、そういう人とかも結構いますかね。えー、それから、えー、5つ目はウェブライターですね。 ブログ記事の制作代行とか YouTube の文字起こしですね。まあ、いろんなエンタメニュースとかいろんなニュースサイトとかあるじゃないですか。企業がやってるニュース系とか記事系のサイトって。あれ全部企業が書いてるかって言ったら全然書いてないんですよ。あれは全部企業が外部のライターに外注してるんですね。で、大体フリーランスの外注先なんですね。だからいろんな案件があるんですけど、まあ、大体1文字いくらみたいな0.7円とかも多いんですけど、1文字ね。 1>, えー、1円以上を狙っていきたいですね。1記事いくらとかね、えー、あるんですけど、1文字1円以上のところは狙っていきたいかなとか。最初はもうちょっと安くてもしょうがないんですけど、まあ、その辺狙えていけたら、1つの記事に対してね、えー、なんとか数をこなせば、えー、1日2本とか書けばね、えー、なんとかやっていけると思うんで、まあ、どんどん単価を上げていきたいところですね。それから、せどりと、えー、転売ですね。 えー、メルカリ等とか、メルカリとかで安く仕入れてアマゾンで売るみたいな、これも側近性があるんですよね。で、目利き力もいらないしね、ツールを使えば大体わかるんでね。まあ、これの辺の、えー、話は、学長の過去のね、えー、副業動画で解説、おすすめの副業動画で解説してるんで、参考にしてほしいかなと思います。僕の兄もね、背取りで50万ぐらいですかね、毎月利益出してて、100万以上稼いでる人も周りには結構いるんでね、まあ、えー、可能性としてあるんじゃないかなと思います。で、それから7つ目が動画編集ですね。えー、YouTube の動画編集とかですよね。 あのテロップをつけたりとか間を切ったりとかね簡単な編集だったら数ヶ月も勉強すれば十分できるんでチャンネル登録数が数万人ぐらいとかの YouTuber でも1本5000円とか固定で10万から15万とか普通にもらえると思うんでそういう人を2人ぐらいね 担当になれば十分あの毎日ほとんど動画アップされてる人が多いと思うんで、まあ、そういうお客さんが1人2人つけば十分食べれるんじゃないかなと思いますねでセンスが良かったらもっともっともらえるでしょうしね YouTube 系の動画編集っていうのは今後まだまだ需要が伸びそうなんで、えー、まあ可能性は結構あるんじゃないかなと思いますで要は日銭が入ってきてたら安心できるじゃないですか で日銭を稼ぎつつね、スキルをまあ磨いていって同時にで、取引先との信頼関係を作って、稼ぐノウハウを身につけてね、ストック型もそうしていれば、どっしり腰を構えて育てられるよねって、そういう話ですねで。そういう風にフロー型の方でなんとか日銭が稼いで、生活費が稼げるようになったら、今度ストックビジネスに移っていくわけですね。 フローは狩猟型のビジネスで、ストックは濃厚型のビジネスって話してきたんですけど、えー、こういうね、フロー型の収入から入って時間単価を上げていく工夫をしてね、生活費に余裕が出てきたら、なんとか暮らしていけるようになってきたら、ストック型も育てていくわけですね。自分が手を動かしてない時も売り上げが発生するようなね。で、一つ、それの、じゃあこういうね、ストックビジネスって何を作ればいいんだっていう話なんですけど、それがまあこの5つになってきますかね。デジタルコンテンツ販売とか、アフィリエイトとか、ブログとか、まあ、インフルエンサーとかね、激安小だ不動産とか、まあ今 今ままでのフロー型型収入をにに切り替えるという話になってきますかねデジタルコンテンツ販売ね、1つ目、これ何かっていうと写真とかテキストとかソフトウェアとかね、えー、まあそういうのノートとかここならとかで販売するわけですよ。自分の今までのノウハウとかスキルをコンテンツ化するわけですね。それから えー、アフィリエイトとかブログと、これはまあ過去に何回も解説してきてますね。最初1年ぐらいあんまり売上出ないんですけど、書いた記事が示唆になっていくんですねで。伸びてきたら大きな収入の柱になると。友達もね、毎日2時間ずつ、毎日サラリーマンの時ね、ずーっと更新コツコツ続けて、ちょうど今月ね、ブログ月収50万円達成って言ってましたね。最近はもう毎日1時間の更新で済んでるって言ってましたね。それからインフルエンサーですね。まあ、YouTube とかインスタとか Twitter とか、まあ、インフルエンサーというくくりにしていいかどうかってところなんですけど、一括りにね。まあ有益 な情報を要は発信したりとか人が楽しめるコンテンツをコツコツ作っていくとでそうしていくと YouTube とかのコンテンツも資産になっていくんですよねえ自分が動かなくても収益が発生すると信頼っていうと資産が積み上がるしねで信頼が積み上がってファンがついていけば広告費がもらえたりとかね企業から。 で自分についた固定ファンっていうのはなかなか離れないし応援してもらえるんでね。で、オンラインサロンとか商品の販売とかに派生も可能と。で、その他ね、少人数制のサロンとかでね、例えば Web ライティング講座1人何万円みたいなのとか、えー、そういう講座をしてる人とかもいたりね、えー、そういう高額の情報商材とか身にならないものとかそういうものを売ってるわけじゃなくて、ちゃんとこう教えるっていうかね、えー、そういうコーチングとか、教える講座とかに発展させて稼いでるっていう人とかもいますよね。 それから激安戸建て不動産ですね、4つ目ね、これも過去に話してきましたけど、不動産投資はね、大体事業所得と不労所得の間ぐらいにあるイメージで、ストックとしてはすごくね、手が取っかかりというか、激安戸建て不動産なんか特にいいんですよね、金額がまあ数百万とかで始めれるんで,で、資産価値のある物件っていうのを買えばね、もう持ってよしで家賃収入と、売ってよしで売却益と。 で友人も最近、400万で買った物件が何年か持ってね、家賃収入を得た上で600万で売れたって、まあ、こういう事例がゴロゴロあるんですよね。 えまあ、この辺のやり方とかかなり詳しく解説してるんで、えー、不動産投資実践編の動画を、ね、見てもらえたらいいかなと思いますで5つ目が今までのフロー型の、えー、収入をストック型に切り替えていくと、まあ、どういうことってことだと思うんですけど例えば外注化するってことですよねなんかプログラミングとかウェブデザインとかライターとか清掃とか、まあ、これで自分が動く分ではもうやり方も分かったしお客さんも信頼ができてきて増えてきたてねなったら一部を外注化していくんですよ実際自分で全部やるんじゃなくて 例えば清掃ですけど仕事が入ったらえじゃあ500円だけ1回につき500円とかね1,000円だけえーマージンをもらってえ誰か他の人に行ってもらうとかねまあそういう風にしていくと自分の儲けそのものは1つ当たりの単価は減るけど数こなせるようになりますよね拡大ができますよねだからそうやっていったらえだんだんとねえ自分が動かなくてもえいいような。 お金が入ってくるような仕組みにできていくとまあ、これまあ王道パターンですよね、えー、自分でやるんじゃなくて外注化していくとそれからまあ上流工程に行くっていうね例えばなんですけど実際こういう友達の事例なんですけど、えー、民泊の清掃から学んで どういう民泊物件がいいかを学んでね、えー、民泊を運営した、民泊物件を実際持っていって、今運営してる人もいますね。で、やっていって、もうやり方とか分かってるんで、余計なコストも払わなくて済むんで、よく儲けてますね。それから、ライターを文字単価でね、やってたのを、どういったジャンルが儲かってるか、単価が出てるかっていうのを学んでね、いい単価がもらえるところっていうのは、あ儲かってるんだ、こういう記事を書いてるんだっていうのを学んでいって、ブログアフィリエイトを始めて、月収何百万っていった人もいますよ、もとライターやってたのにとかね。 でウェブデザインで学んだ知識でね、ウェブサービスとか、ワードプレスのテーマとかを作ってみて、儲けてるっていう人もいます。で、プログラミングで需要が高そうなソフトを自分で開発して売ってみると、え例えば小さいツールですよね、その大きなものじゃなくてね、不動産の収益計算ツールとかね、セドリの便利化ツールとか、もともとはセドリやってたんだけど、とか、自分のこう知識を組み合わせてね、えー、商品を作って販売するってことですね。それが今までの経験が全部役に立つんでね。 でまあ、そういうことをやると、今までのフロー型収入をストック型に切り替えるというのはすごくいい方法ですね。 まあ本当にね、一個一個話していくと長くなっちゃうんで、今日はざっくりなんですけどね、これでもだいぶ長くなっちゃったんで、参考なんですけど、学長がお勧めする副業7000っていうのも過去に話してるんでね、こっちも参考にしてほしいかなと思います。今日は本当ね、ざっくりなんですけど、でまとめにいきたいと。事業所得を得るのに、最初のお勧めはフロー型のビジネスがお勧すすめと。理由はなんでかっていうと、すぐお金になるし、仕事がもらいやすいし、やった分だけお金が入るからですね、日銭で生活費をえ稼ぐんだってことですね、ここがまあ大事ですよね、やっぱりね。 はね、ただし、えー、デメリットとして自分が動き続けないとお金にならないんで徐々にねストック型も育てていこうねと時間単価を意識しようねってことですね今回の質問者の人の場合はまあね会社にどうしても行きたくないって会社以外の事業所得で稼ぎたいってことだったんで、まあ、別にこれをずっともちろんフロー型をやり続けてもいいんですけど、まあ、どっかでこういうねストック型の視点も持っておけると、えー、いいかなと思います。自自分分人人人ののの個人事業ででとととかかかかだっっっったたたたらねやっぱりりり体調崩ししちゃ時保が薄かったりするんでこういういストック型の えー、視点も持っておくとといいいかなと思いますで、えー、フロー型ビジネスのおすすめ7000は下記7つと Uber Eats 清掃代行、プログラミング、ウェブデザイナー、ウェブライター、セドリ、動画編集とここになってくるかなとでキャッシュフローが安定したらストック型を育てていこうねと、えー、サラリーマンの場合はすでに給料がもう安定してるからねいきなりストック型を育ててもいいんじゃないかなと思います例えばブログとかアフィリエイトとかねやってるパターンの人多いですよねで このストック型ビジネスのおすすめ5選はこの5つとデジタルコンテンツ販売 で、それからアフィリエイトブログと。で、インフルエンサーですね。まあ、YouTube とかインスタとかいろいろありますけど。で、激安小だて不動産。それから今までのフロー型の収入をストック型に切り替えるってことですね。この5つがおすすめになってくるかなと。まあ、これらの流れでね、収入を上げつつ、時間に余裕もできていくっていう状態が作れていけるんじゃないかなと思います。で、要剰資金をね、不動産所得とか配当所得とか、まあ、回していくことで、どんどん資産化になって、どんどん楽になるよってことですね。で、途中で挫折しちゃってもいいんですよ。これ、チャレンジするってことがすごく大切でね。 やっぱり合う合わないっていうのもあるんで、あのそこまでの経験が無駄になることはあのないんでね、これは途中で挫折してしまっても、ぜひね、チャレンジしてほしいです。なぜでかっていうとえ、途中で挫折しちゃってもね、稼ぐまではいけなかったかもしれないけど、IT スキルを身につけることで、検索力,検索力が上がってね、お得に生きれるようになったりとか、えー、騙されにくくなったりとかね、変な情報で、パソコンの作業が何にするのもパソコンで使うじゃないですか、早くなったりとかね。 え事業っていうのを経験することによって会社で働くにしても会社で働く場合の視点が変わったりとかね経営者の目線を持てるっていうやっぱり人材は貴重なんでやっぱり修正しやすかったりとか逆に会社員のいいところが離れることによって見えたりとかねああ会社員もいいところあったんだなとかねまあデメリットも見えるかもしれないですけどそれから税金の知識が身についたりとか発信してみるってことによって新しい人と全く新しい業界の人と出会ったりとか視界が広がったりね友達できたりとかそういうのもいいですねでいいことの方が圧倒的に多いんでねえ 切なこことととはまず知ることですよと経験をするっていうのが一番の勉強なんでねずっと言ってることですね行動が大事だよと、えー、ということでまあいろいろ話してきたんですけどね長くなりましたけど参考になれば嬉しいですあのこの動画がねいいなと思ったらこの動画じゃなくてもねなんかこう友達におすすめしてもらったりとか、えー、いいねを押してもらったりとかねチャンネル登録とか、えー、してもらえるとね、えー、非常に嬉しいです、えー、ということで、えー、今日もねありがとうございました